今日に感謝、明日に乾杯、お疲れさ、お疲れさ、よいしょうん、今日もよ、冷えちゃあー、キャンキャンですねさあ、はい、今回はちょっと薪でいきますようんうん直美さん、なんでですか俺もこの後すぐ渋谷のスクランブル交差点に行かないかんゆっくりしていきましょうよいや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 もう、今日もうさっと行かないかさっと青いの着て行っちゃうんですかじゃあいやいやいや、じゃあ DJ ポリス見に行くそんなにサッカー興味ないですけど4年に一度ぐらいはにわかやんかにわかにわか完全ににわかじゃあ早速ですが、はい明日6月25日の、はい新宿直堀の、うんうん、まあ狙い台ですけども、はい、本当駆け足で本当に、ね、駆け足ですよ本当もう言うみたいなちょっとたまには一斉の背でドンって出してそうです、ね、中川くんにどっちが気になるか、うん、どっちのボードが気になるか対決中川ジャッジメント中川ジャッジメント OK です、はい、D のね、うん、でこっちって言われた方から発表していきましょうはい、はい、いいですか、はい、じゃあせーのドンどっちが気になりますかどっちがお互いまだ見てないから分かんないお互い見てないです俺かおーおーほら俺来ましたよ負けたくそーじゃあはいはいじゃあ呼んでくださいもう自分で言うの嫌やけど呼んでくださいもいやらしかーもう自分で言うの嫌やけど呼んでくださいも新宿6月25日なおぶりはいうわバセマンスおめでとうございますあはもう自分から言うの誰も言ってくれんけどいやツイッターにもね写真載せてやんといや、ね、自分で何月何日何歳になりましたとか一言もつぶやいてないです、うん、一応50歳までの、うんあと3年のカウントダウンが3日前にスタートしましたって、ね、もう言うとるじゃないですかほとんどただまあ誕生日やけんなんかを打ちたいとかないです全然ないですよそやんだって あれしかないじゃないですかあれって何だありがとうございます久しぶりですね, ね久しぶりまあまあ一部地域でね、うん、一部地域で一部地域で誕生日は5頭打てみたいなね迷信がオカルトがね未だに言われてますけどただ最近ちょっと俺紙シリーズにご無沙汰なんで、うん、あはいはいはい今月こそは紙シリーズ行ってもいいかなと思ったんですけど あそうですね先月も全然行ってないですもんねそうですそうですずっと直美さんと並びでね、うん、番長とか、うん、ねちょろ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 やってますけども、うんただまあもう今ねもう逆に紙シリーズを遠のいて、うん、もう気になる機種がいっぱいあるんですよあちょっと呼んでくださいこれC4 あ C4 先月面白いって言ったやつじゃないかなこれ1台しかない1台しかないやつ C4 大海はいと秘宝館秘宝館あの温泉の地域にあるやつ昭和世代若い子は全然ピンとこないそうですね秘宝館大人の屋敷秘宝館ある意味でも新宿アラジンもそうですよあれも大人の楽しみの館です大人の遊戯場秘宝館ですよ、はい、大人の遊戯場で、ね、まあ前回ね、うん、直振り友の会メンバーが割となんかこう盛り上がってました、うん、面白そうやった秘宝殿とあちょっと待って難しい何それえボールフレンズボールフレンズですよ何ボールフレンズ直訳したらボールは友達ですよキャプツバキャプツバわかりにくい全然わからなかった今ほら4年に一度の祭典でしょうそっかしかも、もう我々ドストライク世代ですからねはい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 あのアラフィフまあ40代、うん、40代みんなアニメ見てましたからはい漫画もねいやあの台めちゃくちゃ面白いですからね演出本当うんもうあのパチンコ打って爆笑したの久しぶりでした初打ちの時に笑っちゃった演出やばい演出やばいマジでマジでやばいまあシリーズ何作も出ましたけど、うん、結構やっぱ過去ねあのいろんな、まあ、演出がそのね、うん、ガシャガシャ動いて俺今回のはまだ打ったことないんですよ絶対打たないかあれはね本当に面白いだから中世以下では、はい、あもうこれやばいなと思ったらもう1階のボールパーク行きますボールパークなので、まあ、とりあえずどうかな座れれば、うん、朝一ちょっと神様に座ってもいいかな、うん、そうですね久しぶりに見たいかなでもまた中途半端にさなんか100ゲームぐらいやめてさ、うん、ちょろちょろするのもかっこ悪いしななんてそうですよそんな最初から打つなって言われちゃいますからね本当だよ、うん、直美さんのちょっと作戦以下によってちょっと俺の動きも変わるかもしれないです、はい、若干かぶってもいるんですけど明日が、はい新大入れ替え初日なんですよ、実は。ぶっこんできた、
ね、ぶっ込んできた初日、はい、そうなんです見ました見ました、ね、だけ寝台初日やけん早い番号が取れれば寝台で行きたいんですけど、そう、そうなぜなら寝台は新宿アラジンで、よし決まった、はいオッケー、はい、はい、オッケー、よし、あ、もうまだまだまだ料理も来てないのに早めにしないでくださいよまだまだ僕一番大事なとこも、うん、もう仕事をしましたからゆっくりしていきましょうやーそうね、ピアノですから、そうね、そうね、そう、それで寝台の中にね、あ、はい、あ、ここちゃも、うん、G1 があったんですよ、ありましたありました、大馬さんのやつ、はい、だから大馬さん狙いで行って、で、まあ寝台ちょっと取れなかったら黄門ちゃまの新しいやつ、はい、大馬さんが、あれちょっと待って、あれじゃないとなんか競艇とかさ、うん、なんか競馬とかの仕事もらおうぐらい持ってじゃないと、なんか最近流行りの最近ほらね、競艇とかね、最近流行りですよね、え、最近ライターさんたち競艇だの競艇だの、ね、オートレースだの、いろいろ、いや、荒野ギャンブル俺たちもできないことないですからね、そうね、あの、うんうん、福岡ボートとかいっぱいありますかそうですね、私携帯ですぐ買えるようにしてもらったから、おふぅ、まあ、こんな感じで、私も秘宝伝、あ、かぶったかぶった、あ、こうなんで、いや、まず売ってない、いや、先月みんななんかすっげえ楽しそうに、まあ、台打ちさせてもらった時も、うん、楽勝やんと思うぐらい、そうそう、台打ちのだけ一番面白いとこやけん、そう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 美味しいなこと、みんなが苦労して苦労して上り詰めて一番楽しいところを、うん、いただいて、楽勝かみたいな、バシャシャシャーン、バシャシャシャーンってやつそれは楽しいわ、それは楽しいね、楽しいとこだけ、いやでも本当気になる台だったんで、まあまあ言うとりますけれどもね、うん、もう 最短やね、最短最短ですよ、いつもの半分ぐらいしか多分立ってないと思う、なぜかというと、うん、まあ、いつもだったらね、うん、ここだけの話的な話を、まあ、オープニングでするんですけど、うん、ブープレさん違いますよ、何ですか、別枠で別枠でちょうだいというオファーやりましたから、あ、じゃあ速攻のために取っておかないと、速攻のためにもちろん、なるほどね、そうですよ、そういうことね、ここは実践にポーンと振って、うん、はい、うん、ここだけの話はもうね、また別枠で楽しい話を振りますんでぜひそちらの方も楽しみにしていただきまして6月25日新宿アラジンナオブリのぶらり、あれやったら2です、スタートですキレ悪かったなんか今スタートですニッポンニッポン、おい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 、いや盛り上がった、いやすごかった、始まる前に寝てしまった試合前に寝てもうた、あ、朝5時に起きてダイジェスト見て寝不足です早起きしすぎたまあ言うとりますけども、我々もね、4年に一度の祭典に便乗して、うん、新宿で盛り上がっていこうかなと何も便乗してないですけどちょっと青っぽいじゃないですか、そうね、オイシャンブル、若干オイシャンブル、オイシャンブルちょっとくすんでる感じだね今回もですね、はい、なんともうたくさんのナオブリ友の会メンバー参加してくれてますよ、ありがたい、もうなんか精鋭揃いになってきた、ね、そうですね、もうたくましい、今回男子、うん、はい、お名前を、ほっぺた野郎と申します、え、バカ野郎ほっぺた野郎です、あ、ほっぺた野郎もう耳までおかしい、ねえ、しっかりしてバカ野郎は言いづらいよね、ねえ、え、どうだった今日調子バカ野郎っつってダメだったバカ野郎なんて、ほっぺた野郎ね、野郎で、 ありがとうございます、まあ、このくだりさっきやりましたけどね、うん、いや、なんか聞いたことあるなと思って、うん、ちょっと収録前に一回やっときましたけど、まるまる同じやり取りでしかも、あ、いいね、初参加でエブリチーム、あー、今日の意気込みは、今日は頑張って昨日負けたんで昨日のこと知りません、うん、とりあえず今日頑張りましょう、頑張りますチームエブリチームナオミ2になって4戦目、うん、で、もうバッチ3つ獲得者が、あら、強い、じゃあ今日ナオミチームが勝てばリーチ、さあ、だから4連勝かかってますからナオミさん、はい、頑張ります頑張りますよチームリーダー、うん、頑張ろうということで今回もね、初参加のメンバーも含めて、みんなで楽しく新宿でぶらりしてもいいかな、あれやったらあれってなんやナオミのぶらりあれやったら、せーの、ポチッ。
か。でも5番だったらもう確実に神様行き、まあ、久しぶり行くか神様。そうですね、バースデーマンスですからね。バースデーマンスですから。ナミさんは37番だったんで、ビーチオーダー、どうしようかな。何でもいけそうでいけない感じじゃないですか。ナオミ代はちょっと厳しいよね。厳しい。もうだってすでにメンバーがもう狙ってる。メンバーがもうギラギラしとった。メンバー狙ってる。もういい加減にしてほしい。本人まで一回も打ったことないけど、ね、触らせてくれや。ねえ。さあ、もう今日はね、運命の5番を引き当てたからさ、5といえばやっぱこれでしょう。ゴッドだよ。これ角にしようかな。でも角さんがよく初当たり引いてんだよ。関係ないか。角に行ってみるか。じゃあ。っていうか場所がよくわからん。そこで変わってないよね。よいしょ。はい。よいしょ。取れた。久しぶりじゃない？朝一バラエティコーナーに来たの。ナオブリーの対戦の舞台となるのは新宿アラジン。 JR 新宿駅南口から徒歩3分、パチンコ410台、スロット421台設置。スロットはモバイル抽選となっており、朝9時半までに QR コードを読み込めば9時50分の整列時間まで並んで待つ必要がないんです。皆さん、ぜひ新宿アラジンに遊びに来てください。私たちがお待ちしております。最初から決めてました。いやいや、もうね、前日作戦会議でも言ってましたけども、まあ、恥ずかしながら私今月が、6月がね、バースデーマンスということでなんとかやっつけたい。いやいや、なんとかもっと仲良くなりたいという思い でしかも今日の朝一の抽選が5番ですよ。 5ですよ。5と苦しい言い訳ですけど、はい、取れましたよ、トウモちゃま。もうね、あのカツが大好きだったじゃないですか。だからもう期待しかないんですよ。面白い演出と面白い上乗せとかもそのままパワーアップしてるっていうのも聞いたんで、今日はそれをいっぱい楽しめるように頑張りたいと思います。あとあれやね、やっぱね、ナオミチームをなんとしてでも今回も勝たせたいというか、勝ちたい。これ以上は負けれんので頑張ります。あ、もうパネルこれでいい、かわいい。初日やけんね、何を狙っていいかからちょっと調べないかん。悪は許さん。おお、チェリーだ。あ、出た、バチェバ。バチェバ、噂のバチェバです。あれ、なんもないパターン、もしかして。いや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 、なんか来たよ。ちょっと待って、あ、また来た。これさすがに当たったじゃないと。じっくり行こう。シャラくさいね。カゲロウオウリン VS ミツキ、乙女の麗しき戦い。調子に乗るぜ。
待って。あー、これはちょっと待って、あんまり良くないんじゃないの。ナナの方が良かったんじゃない。なあ、肩鳴らしにはちょうどいい。あ、終わった。59枚 OK。 あ、これいいの引いたじゃない。来た。お願い、引っかかって。さあ、朝一から何事もなく400ゲーム超えてもうた、超えてもうたぞ。よし、リプさん、あー何もしない、早い。今日初めてだね、リプさんまで行ったの。すごい、もう凱旋コーナーほぼほぼ空き台ないね。すげえ盛り上がってんぞ周りは。なんだろう、このいつも安定して俺だけ当たってないっていうこの感じ。見事なまでに俺一番向いてねえのかな、今更だけど。でも困ったな。さあ510、
ビれるね、おい。あるのか？ないのか？ない。あった。あった。ね、言ったようになったね。むしろ510の天井で。いやー、そういう展開でしたか。ここから22本。ちょうど1時間過ぎたところで初当たり引けましたよ、よし、こっからです。私のバースデーマンスホットゲームスタート。よし、250枚ですか。いやー、しびれるなこれ。残念残念。いやー、これどうすっかな、これ。突入。
際 30% って書いてあったんだけど、壁高い。とりあえずやっぱ即やめは現金やで。108挑発の中断機7。やめんでよかったね。本当に今心の声が出てる。やめんでよかったね。ラッキー、もうラッキーということの証拠。よし、まだ諦めないね。今の展開いいね。リップ読んで矢が飛んでくるっていうね、最高ですよ。あ、もう速攻入っちゃった。でももう一回リップ欲しい、もう一回リップ欲しい。さあ久々です、皆さんご賞は願います。久々に行きますよ。あ、もうやらしてくれない、やらしてくれない。リプ6はなかったけど、もういい。じゃあここで一発積もりたい。あー飛んで、行っちゃったよ、行っちゃったよ。ノーボタンだね、ノーボタン。あーダメ。ラス、ラス、ラスチャンス。ハハーダメ。まあでも一発ラッキー。よし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 。せい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 。いいね、いい展開だよ。ラスト29でもう一丁、いやもう二丁ぐらいいただいておきますか。ノーチャンスなんだよな今日は。いつもね、チャンスボタン出ないね。関係ない。やっと来た。よしよしよし、打率10割、こうでなくちゃ。早い、42ゲーム。リク、お願い。あっさい、マジか。ついよっしゃ。やっとボタン持てた。いや、可愛いだけじゃいかんよ。ボーナス回数は一丁前。頼む。
健闘だよ、大健闘。いやーちょっとこれ終わらせたくないんだよな。ね、今のところ投資が23本、1081枚ぐらい、あと200枚チャララインまで、あと1セットだったんだけどな。いいよ、さあなんとかなんとか前半は、うん、我慢して我慢しての展開でしたけれども、後半折り返し地点までキープすることはできるんでしょうか。頭が怒った。ちょっと一回他の機種見てみようか。まだね、まだ全然逆転できるぐらいなので、23本でしょ、1081枚か、まあ残りもう100枚ぐらいしかないんだけど、この後の展開を考えるとって思うとね、なぜならチーム戦なんだよな。お、角開いてるぞ、おい翼。もう来る。こっちも開いてんだよな。じゃあこれね、球だけ出して、よし、パチンコで逆襲だ俺は。あ、ちょっと見たことないパターン。上がった、落ちた。50%って言われたけんな。あー、もうほら蝶々がいい柄。めっちゃ蝶々やん。当たりっぽい。あー、眩しい。すっごい派手な当たり方した。ビッグじゃないと割に合わん。
決めよう。デビュー戦や。なんかいい T シャツ着てんね。なんだそれ。え、なんて書いてあるのこれ。あれ
エブリって書いてあるよ。あれ後ろ何、後ろは、後ろどうなってんのこれ。ふぅビバビクトリーウィー、マジか、いい T シャツ着てんなおい俺やらしいね。ほっぺた野郎どう、ダメ、あれあれそうでもない、あれちょっともう声も出ない感じになってるよ。今日のね、今日のヒーローがいるからここに、もう朝一からわしょいわしょでね。俺もね、なんとかね、なんとかちょっとまあ自利品だけど、コインは260枚ぐらい持って後半まだまだやろうかなと思う。みんなであの勝利バッジ目指して後半もほどほどに楽しんでよ。大丈夫、いなくならないでよ。作戦会議。どうです、何その顔、みんな元気ある、元気ある、ないない持ち玉ゼロゼロ、はい、モンハン結果雷鳴で今1200枚ぐらい持ってます、はい。おお、はい、番長3のナオミ台で1870枚、はい、うん、すげえ、はい、モンハンで630枚、はい、私もね、300ぐらいはある、300枚ぐらいはある。チームナオミ今週勝てそうな気がします。今回ありがとうございます。せーの、押してマイル、よっしゃ頑張りましょう。おー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 さあ、いよいよ後半戦でございます。前半とはね、ガラッと雰囲気が変わりまして念願だった翼くん初打ちでございます。なんかね、直美ちゃん曰くすっげえ面白いですよと、言っておりましたけども、まあでも319分の1なので、何か起きるでしょう。何か、いや何か起こしますよ。ボーナスヒートカット、あー久しぶりに来たな。